初瀬。初瀬は、日本海軍の戦艦。四季島型戦艦の三番艦である。艦名の由来は、奈良県を流れる初瀬川、大和川上流部別荘による、日露戦争における、旅順航閉塞作戦に従事中の1904年、明治37年5月15日、ロシア海軍が付設した機雷により爆沈した。1896年。 明治29年度から10か年計画による第1、2機海軍拡張計画の中の一環として、英国ニューキャッスルのアームストロング社エルジック工場で建造。1898年、明治31年1月10日、寄港。同年3月21日、日本海軍は海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定し、 一万トン以上の戦艦を一等戦艦と定義した。該当する四隻、富士、八島、日四季島が一等戦艦に類別された。4月27日、第3号鋼鉄戦艦は、初瀬、第6号一等寿命艦は、出雲と命名される。初瀬は1899年、明治32年6月27日、浸水。10月18日、 軍艦四隻、初瀬、三笠、出雲、岩手等は軍艦及び水雷艇類別等級表、艦艇類別等級表に類別された。1901年、明治34年1月18日、竣工する。2月2日、ポーツマスを出発し、プリマス軍港へ移動した。2月12日、プリマスを抜病した。4月15日、横須賀に到着する。 春光四年目で日露戦争に参加した。1904年、明治37年2月9日からの旅順口、攻撃に参加、砲撃により戦死者二名を出す。同年5月15日、初瀬は、第一戦隊司令官なしは、磁証少将の機関として、旅順口閉塞作戦に従事していた。旅順校外の老鉄山沖を、初瀬、敷島、矢島、笠木、 立田等で行動中、ロシア海軍の機雷に触来した。布設艦アムールは前夜に機雷50個を布設しており、これが日本艦隊に大打撃を与えることになった。午前11時頃、初瀬は左原艦艇,艇に触雷し、航行不能となる脱機故障、左原傾斜、観光部陣下。当時は好転で、初瀬乗組員たちは全く警戒していなかった。続いて、 初瀬救援中の領艦、八島も食来する、夕国になり沈没、戦死者なし。四季島は戦場を離脱した。日本側は嫌いもしくは潜水艦に襲撃されたと判断していた。救援のため駆けつけた笠木が栄光準備をほとんど終えた午後0時33分、二回目の食来があり、初瀬は工部火薬庫の大爆発を起こして観光部より沈没した。 初世、矢島植来寺、旅順要塞より、ロシア海軍の駆逐艦や水雷艇が出撃してきたため、救援各艦、笠木、立田、赤市、千代田、秋津島、大島、赤木、宇治、高砂等は、敵艦を撃退しつつ生存者の救出に従事する。初世戦死者492名、要人12名を含む、生存者337名、なしは、少々、 中尾艦長を含む、後年の調査では、戦死者495名、八百834名。なし司令官、中尾武史、初瀬館長、千坂智次郎、初瀬公会長、佐藤亀太郎、初瀬艦長、小林慶吉郎、初瀬水雷長等の主要幹部は、立田に収容され、なしは立田に正気を掲げた。 だが第一戦隊司令部人員のほとんどが戦死した。後に、芥川龍之介の妻となる塚本軍の父、塚本善五郎、第一艦隊第一戦隊仙人三謀も、本艦と共に戦死している。日本海軍は当時保有していた、主力戦艦六隻、富士、八島、四季島、朝日、初瀬、三笠のうちの三分の一を数時間のうちに喪失した。また、 同日未明に、巡洋艦、吉野が、沈没、味方艦、春日との衝突による。初瀬生存者、なしは司令官を含む、矢島生存者を収容していた、達田も、座章、5月15日は、日本海軍役災の日となった。1905年、明治38年6月15日、初瀬は、官邸類別投級票。 軍艦及び水雷艇類別等級表より除籍された。日本海軍の保有戦艦6隻、富士、八島、四季島、初瀬、朝日、三笠の内戦艦2隻、八島、初瀬の同時喪失は大きな衝撃を与えた。海軍は艦艇緊急補充、装甲巡洋艦の国産化と潜水艇の建造を定義5月23日に了承された。 この走行巡洋艦が、筑波型巡洋船艦2隻、筑波、イ駒、潜水艇が、エレクトリックボート車より輸入した、コランド型潜水艇である。また、第一船体は、船艦4隻、三笠、朝日、四季島、富士と、走行巡洋艦2隻、日清、春日の6隻編成となり、航海海戦や日本海海戦で活躍した。1935年、 昭和十年十月二日、昭和天皇は、弟宮の高人親王、大正天皇第四皇壇子の称号について、初瀬、初瀬を選んだが、後日、三笠に変更されている。太平洋戦争、大東亜戦争がダルカナル島攻防戦が繰り広げられていた九百四十二年、昭和十七年十月から十一月にかけて、日本海軍は、アメリカ軍が保持する、 ガダルカナル島、ヘンダーソン基地ヒバに対し、混合型戦艦や重巡洋艦による艦砲射撃を幾度か実施していたヘンダーソン基地艦砲射撃。11月中旬に実施予定の戦艦、比叡、第11戦隊司令官、安倍高貴少将と戦艦、島による砲撃計画を説明された昭和天皇は以下のように訓示した。アメリカ軍は、 日本艦隊を待ち構えており、11月12日夜以降がダルカナル島やサボ島近海で繰り広げられた夜間水上戦闘や空襲によって日本軍は戦艦2隻、比叡、霧島を含む多数の駆逐艦や輸送船を喪失、天皇の懸念は的中した第3次ソロモン海戦。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。